小泉一馬議員。3月15日、加藤市長からこの件につきまして事前のレクチャーがございました。教育委員会と町内の他部局との連携調整に必要な喫緊の解決すべき行政的課題が山積していると。今このような非常事態という中、教育委員会と行政部門の一体的な運用が必要である旨の説明を受けたまわりました。非常事態とは何かと私が問いましたところ、一昨年の台風災害、そしてまた今新型コロナウイルス、少子高齢化、超高齢化、人口減少等々のことを指すものだとおっしゃっておられました。そこで教育庁にお尋ねいたしますが、現在の教育庁に対しまして、非常事態という言葉を今のような定義で使った上で、教育委員会と市長部局が連携して課題対処するといったようなことについて、具体的な指示が今まで市長からなされたことがあったのかどうなのか。非常事態ということはございませんでしたけれども、さまざまな今のおっしゃっていただいたような状況の中、教育と一般行政と長野市全体でもって取り組むべきことが多いなというお話は伺ったことがございます。教育委員会は、独立しておりますので、直接それについて、指示とかそういうお話はございませんでした。反対。2番小泉一馬議員。2番の小泉一馬でございます。議案第68号教育庁の任命について、これについては議案を通すべきではない、反対の討論をさせていただきます。まず冒頭申し上げますが、この人事は一種の常実にある常実人事であろうというふうに私は思いを強めているところでございます。その理由を申し上げます。傍聴された方はご存じないかと思いますが、今朝ほど議会全員協議会がありまして、その場でこの案件につきまして質問する機会がありました。私の方から、名前を出すのも省かれますので、その人事の対象となる彼につきまして、教育行政について優れた執権をお持ちだと加藤市長がおっしゃっておられましたので、私の方から教育行政について優れた執権を示した機会を市長はご存知かと思うので、その点についてご説明いただきたいとお尋ねしたところ、教育委員会に在籍してませんけれども、教育委員会に在籍していることそのものが教育行政に通じているということではないという全く意味不明の答弁がありました。これは通常行われるべき人事の筋道である事前の特別職の教育庁に候補者に対して面接をしていないということではないでしょうか。面接をし、教育行政のあるべき姿をきちんと話し合い、ビジョンを共有することができていれば、彼の教育行政優れた資源があるとおっしゃったその中身をきちんと説明できるはずです。しかしその面接をしていなかった、教育について話す機会すらないままの人事が行われたと断でざるを得ません。その裏にあるのは何でしょうか。適材適所による人事が行われなかった、常実と言われても仕方がないのではないでしょうか。今ほども教育庁にお尋ねいたしました。今非常事態だと、大変な認識を市長はお持ちだというんです。人口減少だ、災害があった、さらに新型コロナだと、教育と一般行政の連携が運用が必要だと、それについて指示を受けたことはないということです。具体的なお話は受けたまっていないと今教育庁がおっしゃられた通りです。つまり我々が3月15日の時点で市長から受けた説明というのはフィクションであります。後付けの理由です。そういったもので
人事を正当化しようとしている動きに対し、私は異議を唱えるものであります。そしてこれはあまり申し上げたくはありませんが、個人の資質をあえて問題とさせていただきます。私からは現任の商工観光部長である彼に対しまして、予算案で質疑させていただきました。つまり長野デザインウィークについてであります。この事業は、イベントの事業でありますけれども、委託先団体は展示物の失火により明治神宮外苑で5歳男児が死亡した東京デザインウィーク2016の共催者であることが過去の答弁で明らかになっていることです。死亡男児の遺族は共催者の一つであるイベント会社と展示物を出品した大学側に対し1億2000万円の損害賠償請求を起こしております。東京デザインウィークは2016年まで31年間連続開催してきましたが、2016年の死亡火災事故以降全く東京では開催されていません。しかし長野では開催されています。民事事件が係争中であり、東京で開催できなくなったデザインウィークのブランドを長野市で引き継ぐことにマイナスの評価は考えられないのかとお尋ねしたところ、新教育庁に市長が推される彼は問題ないと、マイナスの評価は独断ないと言われました。私がさらに再質問でお尋ねしたところ、弁護士に尋ねたが問題はなかったということでございます。彼は私が問題にしているのは損害賠償のリスクとかではなく倫理上の問題を問うているのだということに全く思いが至らなかったようであります。5歳の子供を目の前で亡くした親御さんは今も悲嘆に暮れている。その名前を継いだイベントが長野で生き残っている。それを見た親御さんがどのような思いに至るのか、彼には想像することができなかったということです。教育庁は弱き者、子供に心を寄せるそのような方が適材適所であると私は思います。彼はその適切性、適任性を備えているものではないと私は判断させていただくしかありません。私は19年間長野県庁で飯を食ってきました。脳裏という言葉があります。優秀な理員、優秀なお役人という意味です。私は脳裏にはなれませんでしたが、脳裏に対する自分なりの定義というものは持つに至りました。組織を、お役所をいかなることがあっても守る、それが脳裏です。新教育庁に選任しようとしている彼は脳裏ではあると思います。黒を白と言いくるめても市長の事業を守ろうとする、そういった点においては確かに優秀でありましょう。しかし教育庁は一番に考えるのが組織であっていただきたくない、子どもを一番に考えてほしいのであります。いじめがあったときに組織を守る、そのような発想の人物は教育庁に適任ではないと私は断じます。今私が討論しているこの内容は私自身にとっても非常に政治的リスクをはらんだ言葉であると自覚しておりますが、これだけは申し上げずにはいられない。適材適所の人物を教育庁に据える必要がある、私は
この議案には反対いたします。以上です。